それではさあ語りましょうか。ナンバーセブン、過去も未来も階段上にさ伝わる鍵、非現実に混ざる甘い果実、ハイハイ再三円で聞かせたと四苦八苦までもできちゃいないな、所詮は噂話、妄想の権限、実は今日空ごと朝日の晩の少女は重なった鏡に背を乗せなき7つの不完全で未完成だから赤いてるんだ、あまねく言葉や言わずにかざして笑う嘘の仮面をかぶって、誰かのために傷ついた罪と罰のその狭間、誰もいないあの場所にはきっといるんだ、さあ語りましょうか。その答えなら今日も挑戦。